まっすぐ右中間、打球は伸びていって入りました。坂本のホームラン、フェンスを越えていきました。先制ツーランホームランです。いや、右中間スタンドです。伸びていきました坂本。これはセンターへ、打球伸びていく、大島下がっていく、どうか、これも入った。坂本今日2本目、13号のソロホームラン。打たれた岡野もびっくり。これも打球が伸びていきました。坂本一頃は打撃苦しんでいましたが、いや完全に復調している感じ。昨日も先制のタイムリー、そして今日は2本のホームラン。3対1とリードを広げます。いや、これも牛島さん、この当たりはどうなんだ。3本目です。坂本今日3本のホームラン。原監督もこの表情。坂本今日3本目のホームランで突き放します。5対3。いやー、昨日は決勝タイムリー、そして今日は3本のホームラン。この名古屋で坂本大活躍。